Ein Schlendergang auf dem Fest. Hier. Werden wir auch noch machen. Und dann kriegen wir dieses süße, süße Dekorationsplüschtierchen. Let's go. Warte bis 8 Uhr morgens. Oh, ich hoffe, es gilt 8 Uhr morgens heute und nicht 8 Uhr morgens morgen. Bis zum nächsten Morgen. Das ist so unnötig. Schön 24 Stunden auf dem gleichen Fleck warten. Kokomi. はい。ですが我々は、渡海島の管理者としてではなく、個人としての身分でこの招待をお受けいたしました。近頃は、渡海島の事務もさほど多くはありませんし、私も本が買いたかったので来ることにしたのです。五郎は姿の彩り祭には興味がなかったのですが、私が離島に来ると聞いて一緒に来てくれました。三五宮様が渡海島を離れると聞いてはな。それに今日は文通相手ともお会いになるらしいから、なくら三五宮様をお守りするのは当然だ。文通相手？はい、最近知り合って連絡を取り始めたお方なのです。娯楽小説の趣味も似ていて、興味深い考えを思いついては語り合っています。もちろん意見をぶつけ合う時だってありますよ。せっかく姿の彩り祭に来るのですから、この機会に小説鑑賞会を開くことにしました。小説について語り合うつもりです。おお、なんかすごく専門的な回だな。そうだ、2人とも小説が好きなんだったら一緒に作ってみるのはどうだ。稲妻の小説業界を変えられちゃうかもしれないぞ。それは面白い考えですね。さて、そろそろ時間です。私と五郎は待ち合わせの場所へ向かいます。ここみ、おいらもここみ普通相手が気になるから一緒に行ってもいいか？そうですね。あなたたちなら問題はないでしょう。Wir sind wirklich mit allen befreundet, ne? Jeder mag uns, jedem helfen wir. Wir sind mit sehr einflussreichen Leuten befreundet. は誰もいないな。どうやら早く来すぎてしまったようだ。おやおや、誰かと思う。Ach du lieber Gott, Miko! Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Miko? まずい。まさかここでミコに会うなんて。ミコとココミは元は敵対していた陣営にいるし、信仰する神だって違う。この二人、争いが起きないといいんだけど。さすがは鳴神大社の宮司様、相変わらずお高く泊まっていらっしゃいますね。何時こそ、さすが渡海島の指導者じゃな。姿はクラゲのようにか弱く見えても、言葉には毒が詰まっておる。
にちは。はじめまして、コンコン油揚げさん。よろしく頼むぞ、深海牛の下殿。Crazy. Crazy girl power.何を言うておるのか、わらわにはわからぬの。わらわはただ、深海牛の下殿と小説鑑賞会を開きに来ただけじゃ。さて、行くとするかな。鑑賞会は勘定奉行所で行う。景色もよく、茶を飲むのにも最適じゃ。存分に創作を語り合おうぞ。なんで小説鑑賞会が勘定奉行所で開かれるんだよ。そんなの信じる方がおかしいぞ。お前たちが話し合ったりしたら、小説業界が変わるどころか、稲妻全体の情勢が変わっちゃうぞ。もうすぐ渡つみ島は稲妻の将来について幕府と正式に会談をします。その会談が開かれるまでに非公式の会合をしておくことも必要なのです。そうじゃ、特にわらわのような幕府外の者が出向くことで、双方が腹の内を話しやすくなるじゃろ。ただわらわたちはこれが初めての対面なのじゃ。民衆に発表するにはまだ早すぎる。そうだったのか。そういえば、何時らの大将が見えぬが。何時はあやつも来ると言っていたではないか。Ja, der hat sich schnell verzogen.いつの間にかいなくなってる。五郎は私のために本の買い付けをしておりますので、今回の鑑賞会には参りません。なんと、実に残念じゃ。あやつのモフモフな耳がまた見られると思ったのじゃがの。旅人さん、少しいいですか。実は以前からなんとなく、五郎は八重宮司との付き合いが苦手なのではないかと気づいていました。ですので、今回離島へ来る際は五郎を連れてこないと。Wir sollen jetzt rausfinden, warum. おそらく五郎は先ほど八重宮司を見た瞬間に本能的に隠れてしまったのでしょう。それで本の買い付けという任務を与えてここですが、五郎は今までほとんど買い付けをしたことがありません。ここみ、お前は安心してミコと話をしてたらいいぞ。はい、よろしくお願いします。カウベ、 Wir sollen einfach nur Bücher kaufen gehen。 ゴロ、大丈夫か。お前たちか。まさかあの女が急に現れるとは。俺は三五宮様の安全を守るために来たのに。ゴロ、あんまり自分を責めるなよ。実はここみからお前、これは三五宮様の買い物一覧表。きっとこれで失敗を取り返。オイラたちも一緒に行くぜ。ちょうど祭りのガッオンに切る。リストにあった「陽光山の夜」という童話がここで売ってるはずだ。童話？ああ、渡墨島の子供たちへの本なんだ。この本は分かりやすいから字を習うのに最適だと三五宮様が言っていた。こんにちは、陽光山の夜を5冊くれるか。毎度あり。おや、お客さん運がいいですね。ちょうど引き換え券が当たりましたので、おまけで商品を差し上げます。
こちらが商品の狐のぬいぐるみです。お受け取りください。Die kriegen wohl wir dann. Mami? Hi, wie ist es? Ich habe die Schuhe auf der Schuhe. Ja, nein, nein. Diese Kitsune. Was ist das? Wenn du es nicht kaufst, dann kannst du es nicht kaufen. Ja. Wie ist das? Goro hat mich von Miko gesehen. Das nächste...まあ今回の一覧表によると新州集権録の新刊はすでに小野寺という編集者にその人なら知ってるぞさあポップアーマーしょま小野寺さんか俺は新海牛之下さんの新州集権録新刊を取りに来たものだTiefseeflunder. Konnichiwa, goyoi shite arimasu yo. Shinkai Ushinoshita-san wa sugata no irodori sai no okyaku-san da sou desu ga, fune no yotei ga awazu, sain sokubai kai ni wa maniawanakatta yo desu ne. Sore igai ni mo, koko ni kaite aru hon de zaiko ga aru mono wo, sorezore issatsu zutsu tanomu. Kashikomarimashita. Dore dore? Oya, okyaku-san, chodo Hamabara-an senki no 100人目の購入者となりました。八重様の直筆書評が入った特別版をお送りいたします。なぜこうなる？ちょっと待って、Glück oder Pech hat。どうされましたか？顔色が悪いようですが。なんでもない。何しろさ、新海牛之下さんから頼まれたものだ。書評の入った特別版ならば。なんか無理してそうだな。それから実は。ただいま八重堂では抽選会を行っているのですが、この金額なら抽選に参加できますよ。おい。お客さん、こちらで抽選に参加してみてください。これを回してしばらくすると、玉が出てきます。運が良ければ当たるかもしれませんよ。どれどれ金色お客さんすごいですよ特徴ですおべゴロお前今日すごく運がいいみたい特徴は八重堂から出版されている娯楽小説の全巻セットですDas will... Ich glaube, das will er nicht. 贈呈されるだけでなく八重様と握手して記念撮影ができる機会も何あの女に会わなければならないだけでなく何あの兄ちゃん八重堂の特賞を当てたのか娯楽小説全巻その弊社さんそれはゴロ諦めたりしちゃダメだぞいや誤解だ俺は商品がいらないわけじゃないただ八重堂に一つお願いがあるんだ商品を同額の能楽書籍に変えてくれないか能楽書籍ああ俺たちの住む渡積島の土地は痩せていて作物がなかなか育たないさうん新海牛之下さんが今回もしそれらの本を商品として交換できれば俺たちは予算を節約できるなるほどお考えは分かりましたでもこれは私ではどうにもなりませんので今から八重様に連絡しますのでお客さんは五花線広場で報告をお待ちくださいあかまなあ、ファルチンそうかあの時はただ三五宮様に任せられたってことと俺は渡積島の大将なんだこんなところで負けちゃダメだろ今になって兵を率いて戦場に出ていた時の感覚を思い出したたとえ八重巫と直々に交渉することになってもゴ
してないか？あの女が俺を困らせるような要求をしてこないかと思ってな。皆さん、お待たせしてすみません。状況は？八重口は何と言ってた？ご要望にお答えして、商品を娯楽小説から農学関係の書籍へ変更で…やったー！それにお客さんの利用目的を考慮して、おまけをしてもいいともおっしゃっていました。今から私と八重堂の倉庫まで本を選びに行きましょう。お客さんは明日の夜に船に乗ると聞きましたので。出せねえ。直接運ぶ？なら、商品の贈呈はどうなる？書籍選びは手間がかかりますし、八重様はあなたに姿の彩り祭の良い思い出を持ったまま帰ってほしいとのことで。ですが、八重様から手紙を預かっております。まさか八重巫女が贈呈式を取り消すなんてな。はあ、またあいつにひどいことをされるんじゃないかと思っていたが。じゃあ、俺は編集さんと本を選びに行ってくれ。あ、明日の夜にまた。Ja, der kauft einfach 25.000 verschiedene Bücher. So, fahr den Herr Kokomi. Am nächsten Tag. Also 24 Stunden vorspulen. Morgen 18 Uhr.会も成功し、この先行われる正式な会談に希望が持てそうです。それに五郎もお手柄でした。渡墨島のためにこんなにもたくさんの書籍を確保してくれたのですから。特賞を引いたのは俺だが、結局は八重巫女から送られた本だ。また機会があればきちんと礼を言わなければならない。そういえば昨日八重寺から手紙を受け取ったそうですが、何が書かれていたのですか？あ、すっかり忘れていた。どれどれ。五郎へ、贈呈式と記念撮影があると聞いて汝はさぞかし動揺し不安に駆られたことじゃろう。よもや汝がこれらの条件を受け入れた上に多様な要求をしてくるとはな。何時のその勇気、尊重するに値する。これらの書籍は渡墨島への少しばかりの気持ちじゃ。何時への贈り物でもあるゆえ気に入ってくれることは。Sehr cooler Zug von Miko。 さて、ここまで読んだ何時はさぞわらわの親切に感謝し、わらわに報いる機会を探しておることじゃろうな。実はその機会はもうすでに来ておるのじゃ。来月八重堂では娯楽小説の登場人物に扮した者たちがファンと交流するイベントを開催する予定での。五郎は忍耐強い上美目秀麗じゃ。手伝いに来てはくれぬか。何時のためだけに仕立てたものをわらわが特別に用意してやろう。Oh man. Okay. Das war schon ziemlich witzig. Okay, Leute. Abgeschlossen. Legenden der Kasen ist hiermit vorbei. Sondergast kann man noch nicht machen. So, weil wir das ja noch machen müssen. Okay, das ist aber, geht's auf jeden Fall. Das war's für diese Folge. Danke fürs Zuschauen, danke fürs Mitmachen. Und wir sehen uns in der nächsten Folge. Und ciao.